K さん、うん、ループディフェンスゲーム。おお。で自動的に、うん、その地平線の彼方から敵が出てくるわけだ。そうか、うん、そうか、地面が回ってるわけじゃなく、うん、わかったわかったわかった。それを、どうすんだろう。ちょっと見させてもらおうか。戦場は自転する地球である、うん、ループする地形を覚えてうまく立ち回れ、はい、地形は毎回ランダム、カプセルを割って砲台を配置、あーディフェンスゲームだからか、うんうん、カプセルをクリックして、まあお金を何かで稼いで敵倒したらだろ、うん、カプセルを割って、うん、武器を設置して攻撃力を上げていくわけだ、うん、敵が時期に触れると大ダメージ、ライフゼロでゲームオーバー。イメージ。うん。まあそうだな。カプセルも回転寿司みたく上でこうずーっとくるくる回ってるから、うんうん、確かにタイミングが重要なわけ。うん。はぁー。よく考えるな、こういうの。地形ランダムって面白いね。ピラミッドでしょ、あれ。広告芸にこんなのなかった。そこなんだよな、今日ずっと考えてる。もうすでに、うん。大体作られちゃってるんじゃないか。うん。と思ってしまうわけ。いろいろ考えてはいる、はい、4タイプの敵、ゾンビ、デビル、シールドエイリアン、ダンゴムシ、ふーむ、バラエティがあるな。3タイプの砲台、速射砲、大砲、レーザーなどなど、まあ、武器も大量にあるよね、うん、相性もあるかな。使い捨て兵器、あ、ボム。はぁ、広告って大体さ、本当のディフェンスの奥から来るだけのやつじゃない。そうだ、自転で回ってっていうのは聞いたことない、見たことないよ、広告で。そうだ、うん、確かにそうだ。そうそうそう。手前の砲台で左右に動くだけ。でもさ、縦に流れてくるか、うん、横に流れてくるかで、ね、同じなんだよね。ピンチになっても強力な砲台を設置したエリアで、なんとか耐えることで逆転も可能です、うん。配置を覚えながらプレイすることで自分でゲームを支配する感覚が生まれます。うん、みんなで地球を守りたい !DLC 共に戦おう、うん。はい。ちょっともう一回トゥース見ていい？いや、もうやめてみなくていいって。改めてトゥースを見ると、なかなか割りかし褒めるところがあるねえだろもう。たださっきはちょっと酷評の雨あれだったが、うん、今見ると、はい、なんか愛着 を感じる、うんうん、このゲーム性、歯は大事だよっていうメッセージ性もいい、うん、それちょっといけるかもしらん。じゃ日経の2番センチかもしれんけど、うん、タイトルもハヌッケとかにして目標は綺麗な歯だからあ、そうかなんで歯抜け目を目標にしなきゃいけないさっき言ったのがよくわからん、あの縦か横か、うん、そこしか違わないじゃんって言ったじゃん、うん、それ言われてから、うん、そんなことないと思ってたけどさ、うん、時間経ったら今あーってなってるもんねなるでしょうん、そんなんで買わなくなるからみんな、うんうんうん、先入観とかで。次見る、はい。いや、今日の、これ中身大久保さんか本当に。別の人入ってきてない大久保さんです。幕末メンバーに新たな人が、違う、アイディア担当とか入ってきてるわけじゃなくて、大久保さん考えたの。大久保さん、はい。だってもう、見た目面白そうじゃん、さっきから。それはだって絵が可愛いからでしょ、多分。レスキューアイドル、はしごちゃん。はしごを伝い、ゾンビから逃げるゲーム。うん。ちょっと見てみようよ。そうね。私ははしご登りが得意なだけの、ごく普通の地下アイドル、はしごちゃん。はい。ある日、街を歩いていたら、突然、突如、大量のゾンビが大発生、うん。目の前の高層ビルに逃げ込んだんだけど、ゾンビも一緒に入ってきちゃった。うん、何やらこの高層ビルには伝説の5人組アイドルバンド、カニ玉のメンバーが残されてるみたい。うん、助けを待つ彼らを救いつつ、屋上のヘリポートを目指そう。うん、かわいいやんけ、はしごちゃん。ストーリーも頭に入る。地下アイドル、はしごちゃん。だから地下からスタートするんだね。つまりはね。まあまあ、地下でやってたからってことは。はしごを登り最上階を目指せ。うん。はしごは折れる。あ、蜘蛛の糸だ。蜘蛛の糸お釈迦様が地獄に垂らした蜘蛛の糸に、うん、その人間が、はい。一回につき、そんなに多くの人間は、うん、あ、登ってくれない蜘蛛の糸を垂らしますから、うんうん、順番をちゃんと考えて、うん、一人ずつ登ってきてくださいねってお釈迦様が垂らすんだけど、うん、地獄にいるバカどもは我先と争って、うん、うわーって全員で行って、ブツンと切れて全員落ちるっていう。で、お釈迦様は諦めるっていう。あれスタートが。へぇー。プレイヤーレーンの敵は足が速く、それ以外は鈍足。うん。ひたすら上に逃げる。うん、左右のはしごに飛びを移れる。だよな。一本だったらそのうち死ぬもんね。わらわら来られたらもうね、すぐ。そうだ。折れちゃうもんな。はぁー。スタミナもある。
いや、あ、ないのかこのゲーム、ま、本当にないのか。え、なんかビルの上からさ、あのトイレットペーパー落とすようなゲームは見たけどさ。それは違うかな。全く違うけどね。やだな、任天堂がさ、うん、ファミコンの前に出してましたとか落ちだったらやだな。あのポケットゲーム機みたいなさ、液晶のさ、うん、モノクロのさ、あの電池2本入れるやつだ。そう、はい、ゲーム&ウォッチ時代にもう出してましたとかやだな。しかも今日のやつ全部。え、そのくらいだったらいいんじゃない。逆にもう時効だろ、古すぎて。ギミック、うん、一定時間下のゾンビを倒せる。ああ、いいね、いいね。はしごちゃんがね、下に撃つわけだ、うん、一定時間ゾンビ接触無効、スタミナが減らない、うんうん。ステージクリアに。一定時間ゾンビ接触無効ってさ、危なくない、うん、わらわらいる状態ではしご登ろうとしたらさ、うん、ゾンビ全員来るからはしごすぐ壊れるじゃん。そうだな。いけるなぁ、うん。はしごの本数が、ステージを進めるたびはしごの本数が減少したり、劣化したはしごが現れたり、新しいエネミー、アイテム、ギミックが追加されたり、難易度が少しずつ変化していきます、うん。状況変化にフレキシブルな対応をできる人ほど、コントロールの効くゲーム体験を想定しています、うん。クリア時のヘリライブでは、例えばベースメンバーだけを救出した場合、ベース音のみが鳴るライブが見られるという、ある種シュール性も面白いかと思われます。ほう。ですが、できることならば、フルメンバーでのライブをぜひ楽しみたいですね。うん、マジの企画者だと思う。トゥースかぁ。そこは守ってかって言っトゥースなんだろ個人的には、うん、一番好きな企画はこれ。トゥース。これを、うん、恥じらいもなく出してくる中ちゃんの純真さが好きなの。もう大好きなわけよ、中ちゃんが。アンケート投票して1位を選択したい。うん。6個の中から1個。みんなも難しいと思う、4つの中から選ぶのは。はい。でも、アンケート取るしかないか。これそのまま1、2、3、4、5、6にすれば、ちょうど同じぐらいの1位になるのかな。まあ、そうだね。カジュアルゲームだからな。うん。カジュアルゲームの定義は難しいけども、うん、結局、とっつきやすくて、うん、何回でもできるし、うん、サクッと空いた時間で、だ5分とかの空き時間でもサクッとできる、うん、ほんととっつきやすいゲーム。じゃあ、行きますか。はい。うん、もう回答行きましょう。うん。おぉ、案外、意外や意外。天秤なんだ。天秤か。面白そうだよ、天秤も。うん。0.9% ってすごいやばいくない？トゥースよりしたら。猫パンチャーよりした。5% 取れれば、中ちゃん的に勝ちだぞ、この。俺はもう全然。5% も入れてくれただけ。この俺予想は1だったからさ。いいんじゃない？じゃあ、うん、作るか？計算が。うん。天秤。マッチョ天秤ね。本当に作るんだよな、これ。多分な。もう、実は作ってる説ありそうだよね、この見た目。うん。